どうも、ハイチューです。今回はですね、まあ受験真っ只中の方も多いと思うんですが、まずね、まあ受験終わったよっていう方も結構今リプとかコメントいただいてるので、終わった方は本当お疲れ様でした。で、今回はまあ受験がまだ終わってないよっていう方にとっては、まだ先の話だよって感じはすると思うんですけど、受験が終わった後に、絶対これをしてほしいっていうことが一つあるんですよ。で、それを伝えます。で、まあね、受験まだだよって思う方も、まあ終わりは来るわけで、もうちょっとで。だからその時に、ああ、そういうこと言ってたなっていうのを少し想像してほしいというか、自分が受験終わった時のことを想像してほしいなと思うので、よかったらね、お付き合いください。で、何かっていうと、感謝を伝えてほしいんです。感謝を。みんなが今、じゃあ受験終わってない方もね、終わったことを想像してみてください。誰に感謝を伝えたいですか？例えばそれが誰もいないっていう方もいるかもしれないけれど、まあ親だったり友達だったり恋人だったり塾の先生、学校の先生、先輩とかわかんないけどね、身近な誰かに感謝を伝えたい方がいるかもしれない。で、その今感謝を伝えたいなって思った人にはきっとみんな伝えます。伝えると思うんだよね。だけどやっぱり特に中学生の時は非常に伝えにくいとは思うんですけど、親御さんに、保護者、お父さんお母さんですね、自分の親に、一言でもいいです、感謝の気持ちをありがとうっていうのをぜひ伝えてもらえたらと思います。で、実際ね、塾講師やってる時にいろんな親御さん、まあ、自分の担当の方はそんなにいなかったですけど、まあ、いろんな話を聞くわけですよ。結構まあ教室も多かった塾だったので、で聞くと、そんなこと言うんですか、自分の子供にっていう方もいらっしゃいます。この受験の多感な時にそれ言ったらモチベーション下がりますよねみたいなのもあるんですよ。で、もし自分がその人の子供で、自分がその立場だったら、感謝なんか言いたくねえよこんなやつにって思うと思うんだよね。きっとそう思う人もいると思うの、見てる人の中でいると思うんだけど、そういう人に対してもでも一言でいいから言ってごらんっていう風に思ってます。で、その理由がですね、この人にありがとうとかっていう感謝を伝えるのっていうのは、もちろん自分が感謝を伝えたいと思ってる人に物を伝えるって大事なことだとは思うんですけど、例えばそういういや伝えたくねえしみたいなに思う人にも言うっていうのは、相手のため、まあありがとうとか感謝を言われた時って基本的に相手は嬉しいはずですよね。まあ素直な人だったらそう思うと思うんですけど、そうじゃなくて相手に、まあ、喜んでもらいたくていう言葉じゃないけど、そのためじゃないんだよね。自分のために言うの、そのありがとうっていうのは。なぜかって一個のけじめなんだよね。だからもうお世話なってねえよとか、もうどんだけ自分の受験のことを足引っ張ってきたんだよお前はって思ってるかもしんないけど、でも例えばじゃあどっかで飯を作ってくれたりとか、家のことやって洗濯もやってくれたりとか、何かはしてくれてるかもしれないじゃん。で、そういったこと、それを別に細かく言わなくていいの。あの時ああいうことしてくれて本当ありがとうねとか言わなくていい。だから本当にもうこっぱずかしかったら、例えばじゃあ、相手お母さんにしようか。お母さんがじゃあキッチンでなんかトントントンって料理作ってするじゃん。ねえ、みたいな。で、普段多分そんな会話してないから何みたいななった時に、受験終わったんだけどさ、みたいな。ありがとうね。って言って、もう何も言わずにその後部屋にこもっちゃっても構わない。そのありがとうっていう言葉、まあありがとうじゃなくてもいいけど、感謝の気持ちっていうのを伝えることによって、一個けじめになるはずなの。で、これはね、自分の生徒に実践してて、やっぱりそうだったのね。ほとんどの子はそう言ってたから。一個何かがすっきりストーンって落ちるんだよ、自分の中で。で、まあ親だけじゃないけど、身近な人もそうだけど、ずっといるわけじゃないからね、いつかいなくなっちゃうんだよ。で、まあもう学生の時自分があの時あれね、将来いなくなるかもしんねえからちゃんと思ったことを言わなきゃなんて思ってなかったし、それは俺は成人してからしかそう思えなかったから、かなり遅いタイプなんだけど、でもやっぱりこの年になってくるとすごく思うんだよね。感謝伝えられるときに伝えた方がいいよ。それが思ってるかどうかまた置いといたとしても、でも自分が多少ないとも、本当に100の中の 0.1 とかでも、どっかお世話になったんだったら一言言うことによって自分にとってのけじめがついて、よしみたいな感じの、なんかね、うまく言えないんだわ、うまく言えないんだけど、なんかすっきりした、よし前見て頑張ろうみたいな気持ちになれると俺は思っているので、ぜひ、まあ、今回ちょっとね、親っていうのを一個の例えに出しちゃったんですけど、まあ、みんなの中で、この人には言っておいた方がいいかなとか、言っておきたいなって多少でも思う人がいたら、すごくいい機会です。受験が終わった日でも、まあ、合格発表の日でもいいです。多分、受験終わった日の方が言いやすいと思います。まあ、それで言うと、いや、合格しないのに何言ってんのよって言われたりするかもしれない。まあ、なんか、ぐちぐち言われるかもしれないけど、そんなもんシャットアウトでいいから。
その人のために言ってんじゃないから、自分のために言ったから、言ったってことに価値があるわけだから、何を言われてももう知らないって構わないので、なのでひとまず何か思い浮かぶ方がいたら、ぜひその感謝の気持ちを伝えてもらえたらと思います。